ちょっと待ってくださいね。これ、ぶれない。はい。まあ、昨日、一昨日かな。わかんないけど。まあ、結構なんか今回のグローバルゲームジャム、やってまして、どんぐらいなんだ、1週間とかっつったな。1月で27から31だから1、2、3、4、5、5日間か。丸々5日使えるんですね。いいっすね。で、まあ、例によって、アンリアルは、まあ、関西の方が多いのかな。ちょっと東京の方確認してないですけど。まあ、関西の有名どころのというかバンダイナムコの、会場ですね。まあ会場といってもこれ全部オンラインでやってたんで、あやべ、ツイッターで告知するの忘れた。まあいいや、適当にやろう。で、これでなんだ、こうしてこうしてこうして、こうして、主張して、しやすいのか。で、ちょっと、モニターを。やべ、デュアルに変えるんで、まあもう買うか忘れちゃってるけど。これで確認画面とか見ればいいのか。これで、そっか、これで、こいつを、と思ってって、はいはい。うわ、解像度違うから。しかもリフレッシュレートも違う。重っ。こんな違うんだ。こんなん違うんだ。まあいいや。はい。いいっすね。首の向きが。もうちょっと向けた方がいいかな。まあいいや。実際こんぐらい向いてるんで。はい。で、大阪会場ですね。で、グローバルゲームジャムは、まあ最終的に製品、成果物として、まあ今回5日間ですけど、5日間の与えられた時間内で、今回の課題はこれだ。ロスト&ファウンドをなくしたものを見つける。
まあ、失ったものを探、あ、失ったものを見つけるとか。失って 見つかるとか。そんな感じかな。が課題らしいです。で、今回は本当にオンラインということで初めてなんじゃないのかな。なんか音楽のやつ寂しいな。じゃあ今日これ。ならねえ。なんで。これでしょ。なんだこと。ということで、まあ何がということなのか、まあ8チームの、大阪じゃの、まあ、オンラインで作成した作品を見ていきましょう。どれから見ていこうかな。やっぱサムネなんだよな、見る場合って。結局サムネなんですよ、サムネ。これかこれなんだよな。魔女が、それ毎日たものを拾って帰るシンプルなスクロール。まあ全部読んでいきましょう。これタッチかできた順にこう来るんじゃなかったっけな。それ、アルファベットじゃなくてな気がする。もう忘れちゃったけど。で、ロストワールドで、ロスさんで亡くなったものを見つけるということで、どう思いつきました。具体的なもので表現するのではなく、言葉を選び、同時に絶望と希望をテーマにしました。ゲーム性は絶望的な言葉に文字一つを足して希望的な言葉に変える。世界観の素材は、題材は深層心理です。はい、こう会場と、本当はこれね、ソースを貼らなきゃいけないんですよ。ソースコード。あ、これあるか。ソースコードと、あれ、ゲームできないの？これ。これか。クレジットじゃなくて。あ、ゲームですね。フィールドエフェクト。二人チームなんだ。あ、ソースコード出してんのか。あ、ビデオとソースコードにしてるのか。なるほどね。こう無理に英語にする必要ないんだよな。よくよく考えてみれば。ファミリー。ソーシャリティ。マイセルフ。I'm already that it. I lost everything. I want to find. Get it back. My hope.投げ、スキップして、なんだこれ、人が、お、なんかエフェクトかっこいい。
リレーションシップヘル、なこれ、ヘロ、はい、リレーションシップキルエンゲージメント、あー、なんかカテゴリーがあるのかな、 D、 あー、レギュレーションシップジャム、あー、これがお題なのか、わかりづれえな、やっぱ映像で説明するのって。これゲーム画面なんだろうな。あれ、最大サイズやる。違うよ。違うよ。デザインを学びたいという人は昔と違してくれ。はい、あれ遅いな、起きて。はい、ということだそうです。ソースはここに行けばダウンロードできるかな。なるほど。こういう感じで出していくのか。で、次がブロムモリ。シンプルな横スクロールゲーム、プラットフォームウェブなんだ、ゲームウェブサイト、これをリンク、ソースのリンクはないのか、あ、ウェブだからってこと、インティーなんだ、大阪、大阪会場だからって必ずしもあれなんだね、あれ、これ別にユニティ差別じゃないですよ。まあ、
つまんなかったね つまんなかったって、率直に言っちゃいけねえな。まあ、ありきたりだったってことか。ダウンロードリンクとエンジンとビデオないのか。やってくださいってやつね。そうなんだよな。結局、やっぱり、この最初に出たやつと一緒で、最低限のものないとダメだよな。YouTube。してまで、やっぱりやばい方が。私は誰？記憶喪失の主人公は自分の、自分を思い出すゲーム。なんか面白そうだね。してまでやらないよね。ということで、東京会場ってどうなってるのかな。ロケーション、
これはさ、プデートゲーム、これか、セイオールゲーム。3つか、はい。メロディに合わせてダンス。1人、はいって感じ。はい。正直 VR の VR 上で何かやってるんだろうけど、素晴らしい、やりましたね。わからない、わからないです。説明するの難しいな。これなんだよな。やっぱゲーム作るよりゲーム説明する方が一番重要だわ。だってできてなくてもいいんだもんな、はっきり言って。説明がうまければ。これ映像コンテンツでもいいでしょ。おー、超かっこいい、かっこよ。すげー人数いる。こんな人数いいんだったらさ、作って作成風景とか映像で残したらいいのに。
まあいいや。じゃあゲームチャートに参加された方、お疲れ様でした。じゃあ今日はこの辺で、バイなら。